僕は趙雲、リーウェで妖魔退治を生業にする一族の出身だ。今日出会ったのも何かの縁だし。いや、金は取らない、取らないよ。朝のひとときを無駄にはできない。鍛錬するぞ。正午は霊の気が最も盛んになる。急いで鍛錬しないと。夜の静けさは精神統一に適している。なおさら鍛錬しないと。ふう、今日も一日頑張ったな。お前も早く休めといい。明日は妖魔が出没すると噂の古い屋敷に行く。約束だぞ。奉仕が妖魔退治に用いる術は、一つが法術、もう一つが武芸だ。他にも方法はあるが、正道ではない。冷たいものは気を落ち着かせるのにいい。精神を水につけて、氷と一緒に飲めばより効果的だ。魑魅魍魎をほふり、内外に精を澄み渡らせる。まずい。この後の工場を忘れてしまった。雨は根なしの水、すなわち最も清浄な水だ。妖魔退治にかなり役立つぞ。今の落雷はすごかったな。きっと妖魔も恐れているだろう。いい天気だ。気持ちいいな。僕ら奉仕一門は古くからリーウェイを守ってきた。歴史が長い分、妖魔退治のコツも心得ている。何もせず、ただ屋敷に入っただけで問題解決か。この依頼の報酬は受け取るべきなんだろうか。お前はどう思う？お前はなかなかの実力者だ。ヒルチャールに、妖魔に対しても手加減しない。これから仲間として共に行動してみないか？リーウェの階段を、お前も数多く経験してきたんだろう？先ほどお前が言っていた怪異、僕も見てみたいものだ。神の目の力は驚異的だが、ただ盲目的に頼ってはいけない。僕はやはり磨いてきた法術と武芸を信じる。斧が実力を高めるには勉学と鍛錬が必要不可欠なんだ。リーウェに怪談話はたくさんあるが、その全てが本物というわけではない。異様とも思える内容の依頼でも、その実怪異とは無関係ということもある。古老山の石箔には珍しいものがたくさん保存されていると聞いた。伝説の妖魔もいるのだろうか。見てみたいな。往生堂の勝利殿か。すごい人物だってことはなんとなくわかる。悪党は人を殺し、僕ら奉仕は妖魔を退治するが、彼は仙人を葬り去ることができるからな。行く秋の武芸と義教心には僕も感服するけど、一つお前に忠告しておかなきゃならない。彼は時々意地悪なところがあるんだ。もし何かあったら、僕と一緒に被害者の会を作ろう。高魔大生と僕ら奉仕一族は、長い間、それぞれ裏と表でリーウェを共に守ってきた。僕は小仙人のことをとても尊敬しているが、あの方は、奉仕の力など取るに足らないと言ったんだ。僕は絶対にそんなざれ言認めない。往生堂の手腕は信頼できる。でもあの、奉仕に心配される必要などない、と言わんばかりの、人を食ったような笑顔を見ると少し腹が立つ。落ち着け落ち着け。キョンシーの娘に見えるが、奉仕の僕にはわかる。彼女は普通じゃない。うん。名前もバオハオにないし、一体どういうことだ。僕はなるべく深淵が関わった場所を避けるようにしている。あの賑やかな雰囲気は、こちらにその気がなくとも影響を受けてしまうからな。つまり、居心地が悪いということだ。シャンリンの料理は評判がいい。でも彼女の激辛激安料理を僕は絶対に食べないぞ。いや、なんでもない。
ほら、キノコとスライム炒め食べられそうにないだろう。実力は大事だ。熱意だけがあっても状況を悪くする一方になる。僕はこれについて深く理解しているつもりだ。あ、僕自身の経験ではなく、近年僕がリーウェイを回って人間観察してきた結論だ。僕は生まれつき千年に一人と言われる純陽の体の持ち主でね、怪異が僕を恐れて避けるんだ。はぁ、全然良くないよ。怪異を見たことない妖魔退治の奉仕なんていないだろ。純陽の体はのぼせやすくてね、そのせいで色々とやらかしてきたよ。僕が辛いものや熱いものを食べず、出かける時に傘を差したり激しい音楽を避けたりするようになったのは、それを抑えるためなんだ。ただ座って妖魔が出るのを待つんじゃダメだ。自分から探しに行かないと。僕はリーウェの人々のため妖魔退治をしている。みんなの悩みの種を摘むことが僕自身の視野を広げることにつながっているんだ。お前も妖魔で困ったことがあったら言ってくれ。僕がすぐに駆けつけるよ。純陽の体はのぼせやすくてね、そのせいで色々とやらかしてきたよ。僕が辛いものや熱いものを食べず、出かける時に傘を差したり激しい音楽を避けたりするようになったのは、それを抑えるためなんだ。いつになったらこの体質は僕の邪魔をしなくなるんだろう。世にはびこる妖魔を殲滅することが奉仕としての僕の最終目標だ。この願いさえ実現できれば、温泉も絶雲の唐辛子も血が昇るような刺激的なものも受け入れてみよう。やっぱりダメだ。考えただけで血が昇りそうだ。いけない。僕は講談を聞くのが好きだ。茶博士の語る怪談話はいつも聞く人を恐怖のどん底に突き落とす。時間があったらぜひとも聞いてみるといい。時間をかけてあちこち聞き込みをして、僕はやっと妖魔が出没する寺を見つけたんだ。それから4日も見張ったというのに、妖魔の影を見ることすらできなかった。はあ、こういうことはよくある。日課の修行が終わった後に稲妻さんの海産物や冷たい食べ物を食べるのが好きだ。あの冷たくさっぱりとした味は疲れを癒してくれる。熱くて辛いものは食べられない。絶雲の唐辛子が入った料理とか、ああ、考えただけでもおぞけが走る。魔除けの法術でもこういった素材をよく使うが、まさか自分自身の気を上げることもできたとは。武芸や法術と同じで、成長には壁というものが存在する。お前のおかげで、僕はまた一段と成長できた。武芸にこんな境地があったなんて。手と目がよどみなく通じ合い、人と剣が一心となった感じがする。よし、悟ったぞ。これらの武技を体得したおかげで、世にはびこる妖魔を殲滅するという願いが叶えられそうだ。お前が今まで付き合ってくれた礼は心に刻んでおく。だからこれから先何があっても、僕はお前のためにスイカも辞さないぞ。